隊長と元ナンバさんがお出かけしてたんですけど、うん、そこまではいいよな別に、はい、うん、その出る時に、うん、もう数ヶ月会ってないしちょうどいいかって言ってた言ってた。おさよつってことです。おさよつ、元ナンバさん最近引っ越したらしくて、うん、隊長の隣の家だったんだって。たまたまポチッとーな。さん、うん、スコティッシュホールドさんって知ってません？うん、知ってるよ。そんなに喋ったことないけど。髪の色って覚えてません？え、白じゃないっけ。わあ、千差万別だな。いや、隊長と二人っきりでどっか行ったんだよ。それはもう、あれやん、ペロペロペロやん。ペロペロペロ何ペロペロペロって。スコティッシュホールドさん髪色ね、紫だと思うんですよね、薄紫。ああそうだったかも。なんかでもほんと白に近い薄紫みたいな感じじゃないっけ。そう、白に近い紫のなんか綺麗な感じの。うん、どうしたの。いやいやいや、紫と婚約者を探してる女性と数ヶ月以上奥さんと会えてない夫と、突如二人っきりに出かける男女と、まさかね。さっき、はいはいはい、守先輩が、守先生が、はい、まさか何？なんか隊長がそういうことをしかねないっていうわけ？いや隊長しませんよそんなこと。でもキャバクラ行ってたよ。本当に言ってたんですか？言ってた。ちょっとそれペティさん今なんて報告した方がいいですよ。今聞き捨てならない言葉が聞こえたような。だからその隊長と元ナンバさんがお出かけしてたんですけど、うん、そこまではいいよな別に、はい、うん、まあ、その出る時に、うん、もう数ヶ月会ってないしちょうどいいかって言ってた言ってた。ちょうどいい、ちょうどいいか。扉閉まって、ちょうどいいってことっすか。ちょっと読んだぜこれ。どう、姉ちゃんはちょうどいいっすか。もしもしそうだったとしてもめぐみさんに直接言わんでしょ。姉ちゃん言ったらダメじゃないですか。先輩、めぐみさんもドア出るときすごい嬉しそうに手を振っていて、めぐみさんがちょうどいいかどうか俺に聞くな。どうなんすか、金先輩的にちょうどいいっすか。いや調査です。まあでも確かに言われてみれば髪型似ているような気がする、うん、ちょうどいいのか。ピンクだし、うん、まあ紫のね、まずがそのなんていうか介護官だと思って多分ピンクを集めているとは思う。おかえりなさい。おかえりなさいませ。おかえりなさい。おかえりなさい。まあただいま。うまぐ、お腹空いたな。平和だな。みんな耐えるんかい。ちょっと待ってね、一瞬。はい。どうしたの、登る。下登る。ユタ先輩、僕は真相をちょっと解き明かしていきます。なるほど。何？あ、おさぶ先輩、おはようございます。あ、おはよう。どうした？久々に出勤したらみんな何の話してるか全く分かんねえな。全員別々の話してる。うん、隊長が、うん、元ナンバさんと出かけてったんだって、うん、で、まあそれは別にいいでしょ。うん、でもその時に、なんかアンズさんとはもう半年会ってないしちょうどいいかみたいなこと言ってたんだって。え、一体どういうことなのかっていうのを今多分この二人か。お久しぶりってほどの期間でもないだろ。うまくいってないのかもしれないわね。怪我の治療ですよ。お元気だけど。ちょっと誕生日プレゼントチョイスミスったか。略奪愛。略奪愛。頼まいだよ。おかえり、いろは。ちょっと待って。これがおさよつってことです。おさよつ。本物って何の話してんな。いや違う、なんかおさよつっていうのがあるらしくて知ってますか。いや聞いたことないわね。聞いたことないな。え、なんかおさ
サム先輩とウツハ先輩をなんか表してる言葉みたいなんですけど、俺とヨツハを表してる言葉？いや、いい、もう素敵な意味で、はい、なんか素敵な意味で、はい、素敵な意味で、はい。それはなんか形容詞みたいな。形容、うん、まあまあ、うん、そうですね。枯れかのみたいなこと？あ、そういう感じ、そういう感じです。枯れかの、まあ、恋人みたいなことでしょう、ね。あー、なるほど。聞いたことないけどな。聞いたことないですか、ね、本当ですか、本当に聞いたことないですか。うん、おかしい、本当ですか。こんなに、こんなベストカップルなのに、ベストカップルなんだ俺ら。超ベストカップルですよ。そうなの。そんな知らないでしょ、さ、私たちのこと。いや、待ってください、私常々聞いてますよ、先輩たちから。なんだ ベストカップルって。何を知ってるんだ俺たちの。ノビーさんなんかお二人の車作ってますからね。いや、あいつはちょっとおかしいだけだよ、まあまあ、そう、作ってますし、なんか二人をデートしてるとこ尾行して、なんかつけていったって先輩の話聞きましたよ。やばすぎ。そんな人いるの。やばすぎ。おお、言っちゃいけなかったなこれ。もう常々聞いてます。なるほど。ピルボックスのベストカップル。ピルボックス、まあ救急隊内同士っていうのはね、私たちしかいないから。確かに、確かに。まあそりゃあね、一組しかいなかったらベストになる。なるけど、うんうん、もちろん、ま、体調もそうですけど、うんうん、体調もそうですけれども、そうですけども、体調最近ちょっと、ね、守るなんかちょっと不穏ですね。さっきさ、怖い。え、さっきさ、元ナンバさんがさ、うん、いや、そうなんですよ。いや、聞いた？いろはさんも聞きました。え、なんかさ、最近アンズとも3ヶ月くらい会ってないから、まあ、ちょうどいいわって言われたって、マオルに。やばいってー。で、しかも元ナンバさんに行くのがちょっと気持ち悪いわよね。気持ち悪いとか言うな、よつは。いや、それね、いやだってあんな、いやいや、まだ確定したわけじゃないんだから。まあ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 。いや、で、しかも元ナンバさん最近引っ越したらしくて、うん、隊長の隣の家だったんだって、たまたま。ちょうどいい。まずいな。私はちょうどいい女って言ってたよ。まずい。で、しかもさっき元ナンバさん退勤してダウンして治療した後に、うん、ちょうどいいから俺も退勤するって守る。ちょうどいいの。もうちょうどいいの伏線を今日だけで回収しすぎて、もう怖くなっちゃった。さっき一人で、でも。そういうことなの？違うよね、俺がいない間にそういうなんか大変なことになってるわけじゃないよね。いや、でも最近見てて、そんな2人がめっちゃ親密だってことは今日ぐらいしかないっすよ。今日ぐらいしか、今日から始まったんだ。やっぱ俺が起きたせいだ。え？俺が出勤したせいなんだ。原因だったんですか？ボイメキもおかしなことになっちゃったらしいし。あ、そうなんですか。まあちょっとね、まああんまりね、人様のあれを、まあね、首を突っ込むべきではないとは思うんだけどね。いろいろありますから、お互いでね、解決していければいいですけどね。そう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 、うん、結局ね。いろはさんはいないの？楽しすぎ。いいですか？いい人。まあこんな魚がお好きになってくれる人いたら誰でもいいんですけど、特に今はいないです。誰でもいいんですけど。今のとこいなくて。いないんだ。全くいなくて。うん。なんだその喋り方。なんかいろんな人声かけられる中、お前魚だからいいみたいな。かわいそうに。そんな流れてきてて。うんうん。もう完全におもちゃ枠で。おもちゃ枠。でも外せないんだもんね。外せないです、さすがに。外せばいいじゃんか。いや、でも大体の方がもう魚って言ってくれてるんで、うんうん、覚えられてる手前ちょっと脱ぐのが大丈夫ですか。